みんな元気？元気！いや、この時のライブは盛り上がってたわね。会場も熱々でね。ほら見てよ、私のキレキレなダンス。ほら見なさい、お姉ちゃんかっこいいでしょ。すす、やめこら、お姉さんの前で他のメンバーのグッズを出すんじゃありません。逃げやこら。キャン。俺の名前は千田千也、高校1年生だ。早速だが、俺に義理の姉ができた。ふんふん、逃がさないわよ。彼女の名前は桃よ、俺の一個上だ。今日から一緒に住むことになった桃代ちゃんだ。仲良くするんだぞ。俺の父と彼女の母が再婚、その結果突然有名アイドルが俺の姉となった。ちなみにアイドルとしては千葉桃で活動している。ほら桃よ、挨拶は。私の弟になれるなんて幸運ね。でも変な期待はしないでね。初顔合わせの時、彼女はそんなことを言っていた。そんな姉は現在、やっはー。えあ、ほーら、代わりにお姉ちゃんの T シャツをプレゼントしてあげるわ。いらね。どう、優しいお姉ちゃんにお支援したくなったかしら。全然。なんでよ。やたらとお支援させようと迫ってくる。きっかけは、俺たち家族がこの家で一緒に住むようになったばかりの頃。あら、お姉ちゃんがいるユニットじゃない。なに、お姉ちゃんのこと応援してくれてるの？やだ、嬉しい。そんな照れなくても。おや、俺の推し桃屋さんじゃなくてこっちの子だから。にっこり。あの、テレビが見れない。どうしてお姉ちゃんじゃないの？ん？誰が推しでもいいのでは？ダメよ、お姉ちゃんのプライドが許しません。プライドが高い。お姉ちゃんはね、何でも一番じゃないと気が済まないの。向上心の塊。推し変しなさい。あだ。ああそう、だったら分からせてあげなきゃいけないわね。そんなこんなで。ほら、お姉ちゃんのグッズあげるわ。欲しいでしょ。ん？現在に至る。いらね。ぬわんでよ。俺は推しの子一筋。じゃあ何が何でも推し変させてやるから、覚悟しておきなさいよ。勘弁してほしい。どうや、お姉ちゃんのグッズも買いなさいよ。浮気になっちゃうじゃん。そんなの君の推しは気にしないわよ。むしろ勝手にミサオを立てられても困るわ。聞きたくないよ、現役のアイドルからそんなセリフ。よし、わかった。今から一緒にグッズを買いに行きましょう。推しの？お姉ちゃんの。俺お金ないし。こんだけグッズ買っておいて。買ってるからなんだよな。でもこれだけ揃えるのって結構お金かかるでしょ。どうやって費用の捻出を？お小遣い。いくらもらってるわけ？一般的な男子高校生がもらう額くらいだよ。俺が通ってる高校バイト禁止だし、毎月のお小遣いをやりくりしてグッズを集めてるんだ。ふん、これでわかったでしょ、俺桃屋さんのグッズを買う余裕ないから。なるほど、わかりました。だったら奥の手を使いましょう。奥の手？私のグッズを買うために千夜くんのお小遣いを増やしてあげてください。お願いします。うん。どうしても義理の弟に姉のグッズを部屋に飾ってもらいたいんです。どうかお小遣いを増やしてあげてください。お願いします。あー、まあ、じゃあ来月は少し増やしてあげようか。やったわ。やったぜ。
それじゃあ早速町に繰り出してお姉ちゃんのグッズを買いに行くわよ。もらえるのは来月だから、今一文なしなのは変わらないんだよね。あ、その後お小遣いの前借りをお願いしてみたけど、それは無理だった。じゃあもう私がプレゼントするわ。はい、これお姉ちゃんの缶バッジとうちわ。いらね。なんでよ。というか最初からそれでよかったんじゃないだろうか。ちなみに俺がグッズの受け取りを拒否したからか、毎日俺の部屋に自分のグッズを置いていくようになった。なんて迷惑なセールスマンならぬセールスアイドルなのだろう。それを言ったら桃代さんから、まるで私がお買い得みたいじゃない、やめてと怒られた。ちょっと面白い人だなと思った。その後腹いせに置いていくグッズの量が増えてしまった。本当に勘弁してほしい。私に勉強を教えてください。つい先ほど家族で夕食を食べていた時のこと。そういえば千夜くんって有名な進学校に通っているのよね。うん、我が息子ながら優秀で親としては嬉しい限りさ。自慢の息子ですって。それほどでも。本当にすごいわね。ただでさえレベルが高い高校で学年主席なんでしょ。あら桃よ、どうかしたの。あ、何その顔で。時は現在に戻り、ほら私ってば超絶売れっ子アイドルで、あっちこっち引っ張りだこじゃない。自分で言うんだ。だからとてもじゃないけど時間なくて、勉強できてなくて。なるほど。テストが近いの、お願いお姉ちゃんのタペストリーあげるから。いらね。なんでよ。しかしなるほど、要するに勉強を教えてほしいわけか。いいよ、でもその代わり推し変させようとしてくるのはやめて。それも無理。じゃあこの話はなし。わかったわかった、やめる、やめるからお願いよ。これじゃあどっちが上でどっちが下なのかもうわからないな。うん、そこはこの公式を使って。うん、そんな感じ。コキコキ。今更なんだけど、なんで2年生の範囲を当然のように教えられるの。本当に今更だね。そんなに頭がいいなら千夜くんは女の子にモテモテそうね。ぐさぐさぐさ。あ、メンタルをメタ刺しにしてしまったわ。プス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 。穴の開いた風船みたいになっちゃった。俺恋愛経験ないんで。嘘、そうなの。なんなら友達もいないんで。なんで。推しがプリントされた T シャツを毎日着ていたら自然と避けられるように。自業自得じゃん。顔文字みたいな顔になっちゃった。普段あんまり表情が動かないから新鮮だわ。そんなことより手が止まってる。おっと、ごめんなさい。真面目にやらないと。真面目に真面目に。ふとなんでこの人はそんなに頑張るのだろうと思った。アイドル活動で忙しいのは事実なのだから、多少勉強ができなくたって誰も責めないだろうに。そういえば千夜くんさ。何。結構勉強頑張ってるのよね。何か理由でもあるの。別に。じゃあ好きだから勉強。そういうわけでも。理由言いたくない感じかしら。いえ、ただそんなに特別な理由があるわけじゃなくて、将来いい会社入って親をここまで育ててくれた父にちょっとだけ親孝行してあげたいと思ってるだけです。へえ、いい子なんだね君は。推しのグッズを買えているのは父のおかげですからね。そこの感謝レベル高そう。全体の99割を占めてます。千夜くんが頭いいって嘘な気がしてきたわ。
呆れられてしまった。ねえ、どうしてその子を推すようになったきっかけってある？聞きたいですか？謝ったかもしれん。俺は周りと少し変わったところがある。少し？感情を表現するのが苦手で、いつも何を考えているのかわからないと言われる。わかる。俺は彼女が歌って踊る姿を見ると自然と笑顔になるらしい。そうなの？自覚はなかったけど父にそう言われた。ん？ひたむきで努力家でいつも人一倍一生懸命な彼女に、俺は自分でも知らない表情を教えられた。だから押そうと思ったんだ。そっか、私もあの子のことはメンバーの中で一番すごいって思ってるよ。食いつきえぐ。まあだからこそ私はあの子にも負けたくないんだけどね。あ？そんなある日の夜。あ？いや、どうやら勉強中に眠ってしまったらしい。あ、ふとお昼のことを思い出した。いつも通り一人ぼっちでお昼ご飯を食べていた折、スマホが震えた。見ると推しが EX でポストしていた。その内容は近日行われるライブのことである。ライブに向けて練習も激しくなり、毎日ヘトヘトになっているという旨が書かれていた。いや、それはつまり桃代さんも今ライブに向けて頑張っているということに他ならない。テスト勉強とライブの練習を両立させるなんてどれほど大変なものだろうか。俺には想像することしかできない。ただ今は少しくらい休ませてあげよう、そう思った。そろーり。あにゃ、あれ、カキカキ。桃屋さん。ん？なに？どうして桃屋さんはそんなに頑張っているんですか？急にどうしたのよ。テスト勉強だけじゃなくライブの方も忙しいんですよね。なんでなのかなって。ライブを頑張るのも勉強を頑張るのも当たり前よ。アイドルは夢を売るお仕事なんだから、夢を見せ続ける努力はしなくちゃ。ライブはわかりますけど、テストも？もちろん、人気アイドルが勉強できないアホだなんて思われたくないじゃない。私のプライドが許さないわ。言ったでしょ、私何でも一番じゃないと気が済まないの。向上心の塊。すごいな、それだけでそんなに頑張れるものなのか。どんだけ見えっ張りなのだろう。まあそれだけじゃないけれどね。あ、死んじゃったお父さんとの約束。あ、お父さん事故で亡くなっちゃったんだ、私が小さい頃。お父さんがいなくなる前、私はお父さんに将来はアイドルになるって言ってたの。そしたらお父さん、きっとアイドルで一番になれるよなんて言ってね。親バカよね。でもいいお父さんだと思う。私もそう思う。私はお父さんに絶対一番になってみせるって約束したの。だから私は頑張るの。お父さんのいる天国にも私の人気が届くくらい私は一番になりたい。そっか、別に推し変するつもりは毛頭ないけれど、ただ応援したいなと俺は思った。ライブ当日。さあ本番30分前よ、準備はいい？はーい。おお、結局推し変させられなかったな。テスト当日。テスト前の初注意です。私ってそんなに魅力ないのかしら。自信なくすんですけど。みんなしっかりね。最初はただ悔しくて私に振り向いてほしかっただけだったのにね。ではそろそろ教科書等をしまってください。でも全然振り向いてくれないから、どんど
ん躍起になって。よし、気合い入れていくよ。ああ気づいたら、君に執着してた。なんでなのかしら。なんでこうまで執着してしまうのかしら。それはきっと私が君のこと好きになっちゃったから。振り向かせようと躍起になってるうちに私が籠絡されちゃうなんてね。ほんと生意気なんだから。私の弟は。なんか上機嫌だな。みーちょっとみーちょっと、私のうちを持ってるのみーちょっとぞ。別に教えんしたわけじゃないし、家族だから一応ってだけだよ。なんだそっちか。俺は推しの子一筋だからね。ねえ、褒めてくれない。なんで。だってテスト頑張ってライブも頑張ったんだよ。頑張ったお姉ちゃんにご褒美の一つや二つくらいはあってもいいんじゃない。俺は何をすれば。頭を撫でながら耳元でよく頑張りましたって褒めてほしい。注文が多い。あとそれは恥ずかしいよ、耳元でなんて。じゃあ耳元じゃなくてもいいから。わしゃ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 頭を撫でるのはやめてくれる。髪が乱れるでしょ。よく頑張りました。これでいい。うん、ありがとう。それじゃあ帰ろっか。不覚にもドキッとしてしまった。自分が撫でて喜ばれるとは。浮気者。あれ聖優くん、どうかした？いや、なんでも。そう？じゃあ今度こそ一緒に帰ろっか。そんなこんなで俺は人気アイドルの義理の姉と並んで帰路を歩いたのだった。おまけ、弟が好きすぎてつらい。突然のブラコン発言。聞くわ。どんな子どんな子。この子、あらかわいい。なんか不愛想って感じが逆にキュートかも。あれ隠し撮りしてない。したわ。聞くわ。ちなみにあんたが推しらしい。え、嬉しい。ネトラレジョン。ウケる。ゴゴ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 ゴ。メンバー内で亀裂が生じてしまった。でね、こないだなんかあんまり無理するなって言ってくれたの。好きすぎてつらい。はいはい。